日常生活動作の改善っていうのがあります。プロの専門家が見ればおかしいからやめてください、直してくださいっていうポイントがきっといっぱいあるんです。悪循環になってしまうんです。股関節専門チャンネルヒップチューバー太陽です。今回はですね、股関節の痛みがある人がやってはいけない寝方っていうのを話をしていきたいと思います。股関節のためにはどっち向きで寝ればいいの、あるいはどっち向きで寝ちゃいけないのっていう話をよく聞かれます。この疑問について今回の動画で解決していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。この YouTube と合わせてですね、股関節の痛みを取るための勉強をして、痛みを取りたいんだ、人工関節の手術を避けたいんだという方はですね、ぜひ下の概要欄に股関節の痛みに特化した LINE マガジンというのを発行していますので、登録をお願いします。なんと今なら期間限定で無料となっております。いつまで無料かというと、私が死ぬまで。人間なんていつ死ぬかわかんないですよ。僕が撮影終わった後、外で急に車に突っ込まれてわーって死ぬかもしれません。私が死んでしまったらめっちゃ高くなります。めっちゃ値上げしますからね。なので今のうちに無料登録していただければ幸いです。股関節の痛みのセルフケアというのは大きく分けて2つあります。皆さん何だと思いますか？ここで今1つ目筋トレ、2つ目ストレッチって答えた方多いんじゃないでしょうか。ちょっと違うんですよこれね。大きく分けると1つ目に筋トレとストレッチが入っちゃいます。じゃあ2つ目何か、日常生活動作の改善っていうのがあります。日常生活っていうのは何かといえば、寝返り、起き上がり、立ち上がり、椅子に座る、歩く、階段登る、降りる、坂登る、降りるとか、まあそういった動きです。これも治療ということになるんですね。そういった日常生活の動作って自分では気づいていないんだけど、実は股関節のためには良くない動作っていうのが生活の中であるんですよ。皆さんはそれが普通だから気づいてないんだけど、プロの専門家が見ればおかしいからやめてください、直してくださいっていうポイントがきっといっぱいあるんです。その動作を改善することっていうのは股関節の痛みを取るのにとっても有効なんですね。その中で今回は寝方について話をしていきます。股関節の痛みが悪化する寝方っていうのは、仰向けで寝た時に膝の下にクッションを入れる寝方、あるいはむくみ改善のために足首の下にクッションを入れてしまう寝方、この姿勢です。つまり股関節を曲げてる姿勢ってことになるんです。膝の下にクッションを入れる、足首の下にクッションを入れると股関節ってちょっと曲がるんですよ。足をまっすぐに伸ばしていると、コマネチの鼠径部が痛いから、痛みを出さないためにクッションを入れて曲げる姿勢をとってですね、だからクッションを入れるわけです。これっていうのは股関節症があるからとか痛みがあるから楽なんじゃなくて、人間の体の構造として痛みがない方でもちょっと曲げた方が楽なんです。まっすぐの状態が0度だとすると、ここから20度から30度ぐらい曲げた状態が股関節が一番ストレスがかからない楽なポジションになってくるんですね。これが股関節症があって痛みがあったりすると、余計この角度が楽になっているので下にクッションを入れたくなってくるんです。でもこれをやり続けると股関節の痛みが悪化してしまうんです。注意が必要です。なぜかというと、寝ている時間って6時間から8時間ぐらい取ったとして、1日の中でも割合として大きいじゃないですか。その長い時間寝てる間中、股関節が常に曲がってる状態、ここの鼠径部の筋肉が常に縮んでいる状態というふうにも言い換えることができるんですね。そういった場合、鼠径部の筋肉が硬くなってるんですよ。つまり硬くなるということは、短い状態で硬くなってしまうので、まっすぐ伸ばしにくい。だから朝起きた時に起きようとしても股関節が伸びない、伸ばそうとしてもかえって伸びにくくなっている状態になってしまう。頑張って伸ばそうとしても今度は鼠径部の痛みが余計に強くなっていて伸ばせない。これを毎日続ければより悪化して、より蓄積して、より伸びなくなってくるから、どんどん股関節がまっすぐにならない。歩く時って股関節が前に振り出す時は屈曲で、ついて後ろに伸ばす時は伸展なんです。伸展の時、鼠径部伸ばすんですけど、この伸展の動きが全くできないので、当然、歩幅が狭くなる。いいことはありません。後ろに行く動き、とっても重要なんですね、歩くのに。股関節の伸展ができないと、股関節への負担が大きくなって、痛みも強まってしまうっていう、こう、悪循環になってしまう。だから、寝る時に、仰向けになって、膝の下、足首の下にクッションを入れるのはやめてください。他の寝方については、正直言って痛くなければどっち向きでも構わないです。
例えば右が股関節が痛いとして、右を下にして寝るとなんか圧迫されちゃって悪いんじゃないかなっていう、どうしてもイメージがつきやすいんですけど、痛くなければ構いません。何よりも大事なのは熟睡する時間を取ること、あるいは前日の疲れをしっかりと取ることが大事なんです。そのためにはどっち向きでもいいです。とにかく自分が一番熟睡できる方向を向いて寝てください。ただクッションを入れるのはやめてください、ね、クッションの使い方も仰向けではダメだけど、横向きになって足の下に入れたりとか、両足の間で挟むとか、そういった使い方は構わない。とにかく仰向けで膝下、足首の下に入れるってことだけはやめてください。ということで、この後はどうしても足曲げちゃうのよって方向けに、鼠径部のストレッチやっていきたいと思います。ではまずですね、椅子に座って鼠径部をほぐしていきましょう。綿棒の方を準備していただいて、綿棒をですね、コマネチの鼠径部、ズボンにシワができるところですよね、ここに当ててグリグリほぐしていきます。仰向けで寝て足を伸ばそうとした時に、イタタタタってなるところを狙ってグリグリほぐしてください。いくらでも強くやってもいいです。いくら長くやってもいいです。ただ注意点としては、あざができたらやりすぎだと思ってください。あとはやり終わった後、動き出そうとした時に、やる前よりも痛みが強くなってしまったり、やる前よりも動きにくくなってしまった場合は、ちょっと長い時間やりすぎたか強すぎたかってことになるので、その辺は加減してご自身にちょうどいい強さ長さっていうのを探していってください。もしいくら短くしても弱くしても、その後調子悪くなっちゃうよっていう方は、この鼠径部ほぐしは中止してください。ただ椅子に座ってできますので、テレビ見ながらでも YouTube 見ながらでも、手が空いている時はぜひ手の届くところに綿棒を常に置いておいて、鼠径部をほぐしてもらって、クッションがなくても仰向けで寝れる状態を目指してください。ほぐし終わりましたら、2番目にやっていただきたいことは鼠径部のストレッチ。姿勢としてはアキレス腱伸ばしと同じ格好をしてください。アキレス腱伸ばしというのは、伸ばしたい方の足を後ろにして 1,2,3,4 みたいなね、5,6,7,8,9 反対 1,2,3,4 でやりますね。あの格好なんですけど、目的が違います。アキレス腱伸ばすためにやるわけではない。コマネチラインの鼠径部を当然伸ばしたいですね。ですから同じ姿勢をとって、鼠径部が伸びるように、反対足の方に重心をしっかり乗せてみます。こうした時に鼠径部がぐーっと伸びる感覚、この時に体を同時に前傾させてしまうと、鼠径部全然伸びないですから、上半身は床に対して垂直にしたまんまぐーっと伸ばしていくと、鼠径部にストレッチがかかりますので、ここで30秒止めてください。30秒止めたら戻す。この状態で前に乗せて伸ばす。30秒止めたら戻すっていうのを3回やっていただきたいと思います。体に痛みがあるのって辛いですよね。やりたいことが思うようにできなかったりとか、行きたいところに行けなかったりとか、本当に辛いと思います。なので痛みをね、取ることって莫大な価値があると思うんですよ。そう思っていただける方は、ぜひ概要欄にある股関節痛の LINE マガジンに登録していただけたら、股関節の痛みの取り方について学べるので、概要欄の LINE マガジンへ登録を、概要欄の LINE マガジンへ登録を、無料なのでぜひチェックしておいてください。それでは終わりましょう。皆さん、概要欄の LINE マガジンの世界へ行ってらっしゃい。右を下に下に入れ